パタッタケキです。というわけで今回とんでもない場所までやってきました。事故物件に泊まってみようやっていきたいと思います。というわけで今回ですね、事故物件を、取り扱っている方がいまして、その方にちゃんときちんと許可を得た上で今回撮影させていただいております。本日はそちらの家の持ち主の方にも来ていただいているので紹介したいと思います。よろしくお願いします。キリキさんです。よろしくお願いします。キリキです。僕こういう時ってあえて調べてこないんですよ、詳細を。とりあえずうちのマネージャーだったりに結構心霊企画もうちょいちょいやってるんで、ガチの事故物件泊まれるとこあるぞみたいな感じで教わってつなげてもらったって感じなんですけど、それはもう本当にどういうガチなんですか？まあ、事故物件ではあるんですけど、すごい数の事故物件内見した中でもう選別した本当にヤバい物件がここなんです。それは何か本当に事件があったとか、先生かその噂があるだけなのか。まあ事件がありましたね。殺人監禁遺棄無事なんですか？が起きたって言われてると。でその購入するときに書類に書かれてるタイプです、こう言って今までの。まあ一応その事件が起きたから幽霊出るって言われてたわけじゃなくて、まあ、事件が起きる前からここを、なるほど、お化け出るって言われてて、さらにそういうこともあったから拍車をかけてるというか。そう、まあ下手したら、まあこれは憶測でしかないですけど、その犯人がまあ利用したかもしれないですよね。中でギャーとかドドドーンって音がまあ日頃からするっていう噂があったとこで事件を起こせば、まあ、通報する人がいないんじゃないか。って言ったことは地元住民の人は、はい、ここはもう人じゃない何か物音が聞こえるっていうことはもう周知の事実だ。そうですね、まあ、地元に住んでない人でも明らかにヤバい音がするとか、簡単に言うと通報するんですよね皆さんが。でバンバン通報しちゃって、はいはいはい、警察が来るんですよ、はい、で、まあ、事件がないか中見るんですけど、やっぱ人がいないと、っていうのが連発して、もう警察の方も、まあ、ここの名前出したら あそこねってもう認知してるぐらい、はい、でそんな感じ で、ね、今回ですね紹介していただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。借りますか？お疲れ様でした。帰ってもいいですけどね。ですか？斬新ですけどさ、僕正直言っていいですか、本当にとはいってもこっちもネガティブになったらダメじゃないですか。あ、楽しくはいたいなと思ったんで、はい、カップ麺とチャミスルを持ってきましたね。あなんで、僕の今回の検証は事故物件でちゃんと、ね、なんか下見してないですよ。どういうことですか？人が来るからって例えば安全なのかっていうその安全確認してないんで、まあ、なんかシンプルに人いる可能性もあるっていう、なんかもうそのマスク砂利の音とかじゃなくて自然の音じゃなくてなんかそうですね、ガタっていう。ここで強調して言っとかなきゃいけないのが、まあ一応この場でこういうのがありますって言って、はい、まあ人を来てくださいってやってますけど、はい、まあ全く安全は配慮されてないっす。動画撮る前に書類書いてもらって、あ、書きましたね。あれも全部自己責任ですよっていう、まあ誰かがここ死んだとしても、まあ、知らないっすよっていう書類なんでまあこっちでそのギミックとかなんかいたずらとかで音出したりとかしはしてなくて、で一切ないんで、変な音とか鳴ったりなんか人間出てきたりしたら本当に頭おかしいやつが、まあ、出てきたか、まあ、霊的なものが起きてる、まあ、どっちかで考えてください。で人だった場合はこれ警察すぐ呼んで大丈夫なんで、でも警察25分かかるんですよ、ここ来るまで長いな。だからもう自分たちでなんとか対処するしかないです。でも開口一番もう怖すぎ、こんな説明初めて聞いてるけど。やっぱ帰りますか？いや、じゃあちょっととりあえず中に中へ行きますか、はい、よろしくお願いします。お願いします。2人で泊まるんですよね？はい、本当に2人で泊まるんですか？本当に2人で泊まります。なんかそれめっちゃ言うじゃないですか、本当に泊まるんですかってめっちゃ言ってたじゃないですか。なんでなんですか？結構意外と YouTuber 来ても泊まんないっていう人多いんですか？正直な話で言うと、やっぱ泊まんないパターンの人もまあいますよね。何もう完全に今ガカッて言いましたよね。今のガカッて言いましたよ。いや、ないです、ないですよ。一泊はないっすね。安いホテルとかあるんですけどね。何か出るとかっていうのはないですね。新スポの終点みたいな場所ですもんね。最終的に行き着く場所ですか、ここは。やばい。
もともとでも普通に住まれてたから別に綺麗ではあるんですか。廃棄部屋って皆さんが寝たりする部屋は普通に生活できるぐらいのあったんですけど、はい、それ以外はもう廃墟状態というか。なるほど。住んでたのもものすごい前やね。ああ、もう10年20年ぐらい前の。前ですね。で住んでたらもうなくなってるんですよ。はい、じゃあ今回の宿です。これどもうちょっと ちょっと靴脱ぐ。あ、そうですね。靴脱ぐ。今日来るってことはあれですよね。どっかにいたりしてないですよね。今日来ますみたいな。で SNS。あ、一切上げてないです。あ、じゃあなんかヤバい人がそれ知ってきちゃったりします。ファン的なことですか。あ、ナイスナイス。あ、じゃあ行きますか。これ中、一旦中見てみますか。わかりました。あの人いてもあれなんで今日泊まるんですもんね。はい、OK、です。めっちゃいいじゃないですか。そんなに泊まるやつ少ないですか。いや、リタイア率がすごいんですよ。途中帰っちゃう。何パーぐらいリタイアするんですか。1月は 70% っす。あ、でも3割は3割は朝まで入れるんですけど、7割はしかもここを知ってて来ようって思う人ってある程度、まあそうですよね、体制が体制だったりする人なのに、うん、それぐらいやばいんですよ。僕は泊まったことないんで何とも言えないですけど、まあ、ちょっと無理はせずにね。はい、わかりました。 Wi-Fi あります？ Wi-Fi は、使える Wi-Fi ないですね。あ、でも電波は結構飛んでます。どうですか、はい、ニュール光るとかないですか。ないですね。すいません。じゃあ行きますか、はい、ここが今リビングみたいな。ここそうですね、滞在する部屋ですね、はい、ここ以外本当にあの清掃とかも一切してない。もう廃墟は。そうです。あ、じゃあここだけが唯一。ここだけです。じゃあここは気をつけてください。こっち行くとき、あ、そこも気をつけてください。あ、こっち行くときはこういう感じで。わかりました。結構ムニムニしてるんで。なんでムニムニしてるんですか。いや、なんだろう。シロアリとかなんだ。ああ。ここにこの畳が最初ハマってたんですよ。で、他よりもムニムニしてここが。で、ちょっとムニムニしすぎてるなと思って。もう歩いたらもうボーンって。落ちちゃうぐらいの、もう明らかにそのシロアリとかのレベルじゃないぐらい下に空間あるなっていう。って思ってめくったら、はい、これ見える？ライトが強すぎる。わかる？映ってる？まあ通常だったら沖縄面っていうのはその歌舞伎とかで使う面なんですけど、まあこれのおかしい点で言うとニスとか塗られたり色塗られたりっていう加工が一切されてないんですよ。だから、まあ、個人で作ったやつ。薬めっちゃ落ちてますね。これなんか狭心症かなんかの心臓系の薬らしいですよね。はいはいはい、はい、なんで、まあ、これが何なのかっていうのは正直一切わかんないですね。でちょっと気になるのがこのマスクの下の部分だけ埋められた跡がする。確かになんかちょっと盛り上がってる。土の色が違うっていう。で下手したらここの下になんか埋まってて、それをなんか魔除けかなんかでこれ置いてる可能性もある。ああ、埋まってるものに対してのこれで。そうです、そうです。なるほど。なんならこの仮面は守ってくれてるかもしれないですね。じゃあリビングからのここがちょっと前置け、何かとんでもないものが下にもしかしたら埋まってるかもしれないっていう畳。今回僕ら水道使えますかとか、はい、ポット使えますかとかレンジ使えますかって話してるじゃないですか、はい、そのレンジってもしかしたらこれですか。これです。あ、これですか。めちゃくちゃ使いたくない。これ使わされようとしてた。ここ整備されてないとこって言ってたじゃないですか。整備されてないところのレンジを使いたくねえ。冷蔵庫もここの備え付けのもう全部す、いじってないんで、まあ、でもそれが一番の良さというか。そうっすね。あ、見て、ここにシールある。ほら、
ウソッキーとか。ウソッキー好きすぎん？なんかウソッキーの亜種みたいな一本ねんけど。でも言うたら子供が住んでたってこと。どんな人が住んでたかっていうのもあんまよく分かってないですよね。中って開けていいんですか？あ、開けていいですよ。うちのアイヤで普通に使ってたんで普通な感じです。あー、ポテトチップ、のり塩っすね。のり塩好きなんですね。食べたかったら全然大丈夫ですかね。あ、ほんますか？僕でもの幸せのバターが好きなんで。あ、すみません、ちょっとのり塩はちょっとやめておきます。じゃ、こっちが死体遺棄の現場ですね。やばいね。まあそういうこともありますよ。ただストーブ戻ります。戻んないやつ。雰囲気で映ってる？ライブはこの雰囲気わかるかな。なんかイメージで言ったらジョーズ乗ったことある？ USJ の襲われて小屋みたいなとこで入るときない？はい、途中で学校みたいな雰囲気。なんでその例えなんですか？いや、なんかっぽいなと思って。わかります？いや、わかんないです。行ったことないです。こ、めちゃくちゃ深。で、ここに死体をバーンと。あ、そういうことか。そうです。で、こっちのものすごい重たい板で、はい、この人して、息してた。息してたんですけど、ちょっとおかしい点が、はい、コンクリで塞がれてるのわかります？はい、これコンクリで井戸を埋めるってなったら業者だと絶対上まで塞ぐんですよ。はいはい。なのにこの中途半端な下だけ塞がってるっていう。ああ、なるほど。下手したらこの引っ掛け跡とか血痕とかが結構露骨に残ってて。なるほど。不動産屋がこうやって生コンクリート流し込んで証拠隠滅したのかなみたいな。でこれのせいで家の水が全部出なくなってるんで、もう契約してもここは水が出ないです。で一応アイヤでクエスト、クレシーにエストって書いてる。なんすか？もうハンダム始めますか？いや違う、違います。カタカナのクエストじゃなくて、なんか苦しいっていう字でエスト、はい。まあ、これは本当に任意です。別にやんなくてもこの井戸の中に一、まあ、人で入ってもらって、もう一人の方は僕と一緒に、まあ、車乗ってもう数キロ離れると。で15分間ぐらい、まあ、これが、まあ、クエストの闇井戸っていうやつなんですけど、まあ、これは、まあ、正直中止になったんですけどね。あ、そうなんですね、はい、ちょっと事故が多すぎて。あ、やってる人結構いたんですね。やっぱやった方でピンポイントでやった方だけが事故るんですよ。でもう半身不随とかになるぐらいの。マジっすか？もう本当笑えないレベルの事故に遭う人が5、6組いたのかな。で全員で事故ったじゃなくて、やっぱここに入った方だけが、まあ、それぞれ別の場所で、はい、って感じなんで、だから絶対これのせいなんですよ、そこまで続くと。うん、だからここに入るっていうのは基本的に今は、まあ、中止したんですけど。中止になってなかったらええってことですけど。あ、そうなんですか。はい。まあ僕が言えるのは絶対やんない方がいいっていう。わかりました。普通にやんない方がいいです。え、なんか消えたぞ。なんか消えた。ランダム消えた。ランダム消えた。なんで？どっか押しました？いや、押し、なんかどこでつくんですか？ここ長押しです。長押しで。あ、つく。あ、いた。え、でも僕 100% 今映ってたかわかんないですけど、こうしか絶対思ってないです。え、だってこう、左手でカメラ持ってて右手でこうじゃないですか。うん、押しようなくないですか？いや、絶対押してなかったです。絶対押してないですよね。てかこれ、充電マックスにしてるんで、朝まで持つやつなんですけど。どういうこと？ちょっとこれ一応変えときますね。はい。ちょっと待って。こっちがお風呂ですね。はい。でこれもお風呂なんですけど、水は出ないです。さっきのあれが原因ってことですよね。あれが原因です。でここの隣がトイレです。まあ、ボットンではあるんですけど、洋式の二重扉になってる。確かに。まあでも別にあるか、二重扉。これ昔の家だったらたまにあるから。たまにそうね。で意外とこのやっぱ一人になったり真っ暗にする、この二つのどっちかをした時に、まあ、物理干渉こうやって触られるとか、リタイアにつながる結構えげつないことが起きがちっていう。
リタイアにつながるっていうのは、ギリキさんが帰った後に誰かに服をつかまれるとか。そうです、そうです。だもし朝までいるっていう目的だったら、はい、そのタブーを本当は犯さない方がいいですね、はい、逆にその真っ暗にして朝まで寝るっていうのはどうなんですか。どう、もしかしたら僕らがもうじゃあ寝ちゃった場合、カメラに何か映ってる可能性高そうじゃないですか。そうですね、まあそれもなくはない。まあ、寝れないと思うんです。多分寝てる時に起きちゃうぐらいのこの物理干渉。マジっすか。が物理干渉ってもう髪の毛引っ張られるとか、髪引っ張られるとか、この露骨に足グーって引っ張られた、マジっすか、人がいたんですよ。これ洗面、歯、しかもマジの歯じゃないですか。これは人間の歯です。人間の歯っすね、はい、どういうこと、怖い。しかもなんで洗面にこんななんかこう釘というか、拷問みたいな。おっそり根元から抜けてるんで、うん、自分でその抜いたにはちょっと綺麗に抜けすぎてる。そうそうなんですよ、思いました。こんな綺麗に抜けんねやと思って。これもう何なのか正直分かってないです。え、なんすか。分かんないですけど、これ結婚とかじゃないですかね。お違うか。あ、これサビじゃないですか。サビか。いや分かんないです。液体のサビみたいな、血痕みたいな。ちょっとでもドロッとしすぎてる。ドロッとしすぎてますよね。血痕でもこの家ちょいちょい残ってるんですよ。マジっすか。この床とか見てると2階が一番残ってるんで。そう、穴の絵が見える。不気味すぎ。何の絵。これ一切じてないんで。マジっすか。全部一切じてないです。じゃあこれが子供部屋っすね、多分。いや子供部屋の雰囲気ちゃうねんな。多分もっと子供部屋だと思うんですよね。写真めちゃくちゃ置いてる、うん、これこの机の中に入ってたアルバムを表出してあるだけなんですけど、はい、で見てもらえば分かるんですけど、これやっぱ軍服とか着てるんで、うん、相当古いんだなっていう。そうですね。ここ自体が白黒ですもんね、全部。東京都は出来たての。あ、ほんまや。本当にピエロとかも分かんないですね。いや、そうなんすよ、うん、悪趣味でしょうか。言いようがない、ね、結構ここの家に最後に住んでた人がこういうちょっと変なものを集めるのが好きだったのかもしれないです。あ、珍しいですね、こんな昔の家で。こんな個人の部屋にトイレ作るって回らないですよね。ないですね。2階に作ろうってなったら絶対この部屋の外の廊下とかですよね。そうですよね。この部屋だけで生活完結させようとしてる感じがするんで。この部屋に誰か閉じ込められてたのかもしれない。なるほど。これ監禁するから、ここでちゃんとその生活ができるようにトイレも作って出されへんように。じゃないと多分意味わかんないですよ。確かに初めて見た。これが監禁部屋ですね。監禁部屋、まあ、ここに、まあ、閉じ込められてたと。この奥っすか。それかどこ、これがドアなんですよ。これドア、これドアなんですよ。じゃあこの奥がってことですか、監禁部屋が。これ窓とか全くない部屋がこの中あるんですけど。なるほど。外の情報を全てシャットダウンするために。全部そうです。でこれ内側からもうここに本棚とかソファーでガチガチに蓋してて、でもうバン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 蹴飛ばした跡、ちょっと貫通してるっていう。見える。うわね、だったか、あの向こうからのあれですよね、これ、うん、こっちから蹴った跡じゃない、これは。見ます。あ、大丈夫ですか。あのなんか血痕とかが結構生々しいですけど。見ます。見ますか。ここ一番多分やばいところ。これ全モザイクになると思います、中は。マジっすか。はい、 OK です。これ左のポスターに やばい、うん、何、全部壊した。
ちょっと待って でも茶色くなってますね。ああ、そっかそっか、うん、で、この畳がなんか後からつけられてるんで、だから多分ここめくったら血痕もっとうわーってあると思うんですよね。やべえ、うん、ここは絶対開けないでください。開けないでください。一旦ちょっと落ち着いたんですけど、今とんでもない情報を聞きました。霊的な怖さだけじゃなくて、ここあるんですよね。言ったらまあちょっといろいろね、インフルエンサーだったりまあいろんなメディア取り上げられて、ここになんかこう勝ち込みに来るというか、まあ不法侵入者がですね、ニュースに結構大々的に取り上げられたんですけどらしいですね。はい、まあ、8人のいろいろ本当にやばい人たちが入ってきたと、はい、でもう家の中うわーって荒らして金目のもの全部持ってって、まあ、帰っていったんですけど、まあ、それ SNS 通じて発信して何とかあの特定できて、まあ、捕まえるとこまではいけたんですけど。そうですね。であの結構このアンヤいろいろその物件持ってるじゃないですか。はいはい。それ何個持ってるんですか、まず。まあ開催してないの合わせると8個ですね。でその事件があったのどこですか。事件はここです。なんでやねん。ここかい。めちゃくちゃ嫌やわ。例だけの合わせじゃないもんそれ。はい、というわけでちょっとまあもう寝る準備に入ってるんですけど、ここでキリキさんがまあもうそろそろドロップアウトするということで、なんか注意事項というか、なんでここがやばいか、はい、って話まだしてないと思うんですよ。はい、要はここ事件が起きたのは間違いないです。はい、事件が起きたんですけど、まあ、事件が起きる前からやばかったんで、はい、そこはなんでやばいか、本当にやばい物件っていろいろ見て僕分かったんですけど、土地になんかあるんですよ。事故物件って日本でも腐るほどあるんですけど、事故物件イコールヤバいってわけじゃ全然ないですよ。ですけども土地ごと行ってるとこがやっぱほんとシャレにならない物件になる。でここがそれなんですよ。要は戦争系なんですよここって。ここ動体検知ってさっき言ってたじゃないですか。あの防犯カメラ全部動体検知で人が動いたりとかされるんですけど、誰もいないのに2階でなんか録画されてたんですよ。これピエロの部屋に何かが多分入ってたんですよ。で、まあ、これお客さんが滞在してる。はい。映像なんですけど。これ、室内から聞こえてるんですよね。うわーって今の声も、なんか特攻隊がその特攻する時の、うわーっていう声に、やっぱ聞こえなくはないと。今の声量でカメラに入ってるっていうと、あんなチャッチーカメラのマイクに、これぐらいの声量で入ってるんで、本人たちはもっとでかい音で聞こえてるんですよ。なるほど。はい。で、なんか起こるかもしれないってことですよね。そうですね。はい。だから、これぐらいのことが、まあ、起きかねない。はい、とこなんで、はい、はい、チャミスルの芋買ってきた。のま、のま、あんまりちょっとバグらそうやもう。山わさびカップ麺買ってきたね。めっちゃうまそうじゃない。ほんまに変な人っす。俺が何やそれ。はい、ということで寝る前に小腹が空いたので山わさび塩ラーメン買いました。めっちゃうまそうじゃない。もうこんなんあれよ、もう本当に散々脅されてましたけど、何も起きひん何も起きひん、普段通りの日常を送ろうっていうこの気持ちが霊を遠ざける、そんな気はするけど。そんなことなさそうな顔してるやん。ちょっと待って、バカわさび強いねんけど。なこれ。心配していいや。場所はどこであれ、夜中のカップ麺はギルギーです。
じゃあ寝ましょうか。ここまではいけるけどさ、寝てる途中にさ、誰かに触られて、そこからトラウマになって、リタイアが 70% とか、まさかマネージャーと2人で寝るとか、そんなことになるか、じゃあ何人、5人ぐらいで来るのが普通だし、2人で来る人ほとんどおらんくて、一番リタイア率高い2人だし、真面目モードですね。ほんまに無理やったら俺石垣の布団入るから、マジで。じゃあもう出ましょう。うん、やだもうだ。で6時間ぐらい寝て、現在の時刻朝の6時や7時、正直一回も途中目覚めなかったっすね。なんか目覚めた？何回か、なんか音はしましたね。なんか叩かれる音。でも一回めっちゃ寝る前にでか音なったよな。なりましたね。まあ、互いの感想言います？互いの感想、はい、はい、僕から言っていいですか？はい、すこぶる爆睡です。あのちょっと目覚めたって言いましたけど、はい、以下同文です。気持ちいいっすね、久しぶりの敷布団って。あのおばあちゃん家に泊まってる感覚でした。あー確かに、聞いた話によると某 YouTuber 帰り運転でちょっと事故ったとかって聞いたんで、そんな気付けたいけど、ね、そうです、こっからまた長時間運転なんで。そうなんや、こっからでもか千葉まで行かなあかんから、うん、本質的には何もないっていう、このこういう方がね、霊は寄ってきにくいっていうんで。朝はこんな感じです。マネージャーがもうなんか車とか取りに行ってます。冷める男やで。もうちょっと心霊の余韻楽しもうや。めちゃくちゃ精神を受けてるやん。いとこの子供が泊まりに来たみたいな。せっかくお酒とか買ったのに、チャミスルちょっと飲まんかったっすね。はい、ある程度用意は終わって、ルールとして現状復帰、来た時とも全く同じ状態のものにするので、布団を直しつつ、もともと布団は多少の乱雑感はあったんですけど、できるとこは直しました。よいしょ。ありがとうございました。はい、というわけで今回はアンヤさんの事故物件に泊まってみましたけど、正直すこぶる寝れました。でも寝る前に音が鳴ったのは確かやな。まああとはそのカメラに何が入ってるか、多分6時間ぐらいカメラ回しっぱなしだったんで、何かしらの音が入ってるかっていうのはちょっと編集の時じゃないと分かんないんですけども、僕自身は今めちゃくちゃ元気です。そんな感じで今回事故物件に泊まったら、検証言ったっけ、言ったやば、寒いそこが一番だ。そして今から、千葉県の方に行って運動会みたいな撮影があるので頑張ります。もし何かが僕についてるとしたら、いつもよりむしろ早く走れそうな気もしますそれではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。以上、事故物件に泊まってみたでした。バイバイ。クリスマスか、クリスマスか。